ドラえもんドラえもんの登場人物一覧、ドラミドラミは、藤子、海、藤尾の漫画作品、ドラえもんに登場するロボットで、主人公、ドラえもんの妹である、ドラミちゃんという愛称で呼ばれることが多い。ドラえもんに代わって、主人公あるいは、副主人公級の活躍をすることもあり、映画ドラえもんの同時上映作として、映画も何作か作られている。ドラミちゃんミニドラ SOS。 などで使用された、ハロー。ドラミちゃんをはじめとして、テーマソングも数曲存在する。ドラえもんと同じ間のオイルから製造された兄弟の関係にあるが、使用されたオイルが長期間放置したため分離しており、下半分に沈殿していた良質なオイルを使用して製造されたドラミの方がドラえもんより優秀である。なお、道具自体もドラミの方が圧倒的に高性能。 唯一兄より劣る点として、体が錆びやすく、海中では、長時間の活動ができないと公言しているが、テレビアニメ第2作、第1期では、のび太の独立心を養うための嘘であり、錆びやすいということはないという設定になっている。なお、映画、2 0 1 2年ドラえもん誕生では、兄のドラえもんとの初代面は、2 0 2 2年8月30日に、 ドラえもんが耳を失ったショックで3日3晩、泣き続けて、体が青くなってしまってから、つまり、同年9月1日以降のことであり、しかもその時点で、ドラミはすでにセワシの元に引き取られて、一定の時間が経過している節がある。そのため公式設定と称号するとドラえもんと、対面を果たすまでの8年間の同行やドラえもんと、兄弟になった、経緯。 世は死刑に引き取られることになった経緯に矛盾を覚える要素が多数あるものの、その真相は今日まで明らかではない。2014年12月5日放送のドラミが生まれた日では、ドラえもんとドラミの初代面はドラミの誕生直後、場所はロボット工場であった。性格は真面目でしっかり者。ただし気真面目すぎて融通が効かないところがある。秘密道具に頼らず、まずは伸びたに、 実力で物事を解決させようとする傾向がドラえもんよりも強い。道具の性能が優れているだけではなく道具の使いこなし方も兄より上手で、上記のように伸びたの世話をするときには単に力を貸すだけではなく、伸びたが自発的に物事を解決する方向へ誘導しようとする。掃除や洗濯などの家事も好きで、伸び家では伸びたのみならず、ママの手伝いも進んで行う。 しかし優秀である反面、油断から想定外の出来事により、不足の事態が発生すると固定観念から異変を見逃した結果、窮地に陥ったり、パニックを起こして、臨機応変な対応ができないという優秀すぎるゆえの欠点があるため、結果的には、兄のドラえもんを頼ることになる展開も少なくない。また初登場時は、旅行に行きたいというのび太た,たちに対して間違えた道具を、 出したりと、兄同様ドジな面が見受けられた。普段は、世話師の元に住んでいて、彼の世話をしている。一日の大半を、宇宙大学で過ごす。天才ロボットグループのリーダーシップを取り、大学院にて、文学、哲学、科学などを研究している。定期検査などのドラえもんの休養中に、一時的な代理として、現代にやってきて、のびたの世話をするほか、タイムテレビなどで、 兄のピンチを知ると駆けつける。その優秀さから世話しは、のびたの世話役を正式にドラミに交代させようとしたこともあるが、のびたはドラえもんに対する友情から断っている。女性猫型ロボットだけあって、ドラミの道具には花柄をあしらったり、デザインや色使いなど、女性的なものが多い。もしも、ボックスやドリームガンも花柄模様であり、 ドラミちゃんミニドラ SOS で登場するジェットフラワー、見回りテレビもひまわりを模している。また、彼女専用のタイムマシンである、時空間チューリップ号もチューリップを模している。ザ・ドラエモンズのドラ・ザ・キットとは、友達以上恋人未満のような微妙な関係である。ドラミドラエモンズロボット学校7不思議の一件で、キットがドラミを守り抜いたことから惹かれ合い。 互いに、ガサツ君、ヘチャムクレと呼んでから買い合っている。また、優秀さは、ロボット学校一の秀才と呼ばれたオードラをも、上回り、現在その称号は、彼女のものである。嫌いなものはゴキブリであるが驚いて、キャ、ゴキブリと叫ぶ程度で、ドラえもんの大パニックになるほどの極度の嫌いほどでは、ない。ただし作品によっては、恐怖のあまり押し入れに閉じこもってしまったこともあった。 好物のメロンパンは、初めて、のびけへやってきた時に初めて食べ、依頼大好物になった。テレビアニメ第1作には登場しない。テレビアニメ第2作、第1期では1980年4月8日から登場し、横沢恵子が声優を務めた。テレビアニメ第2作、第2期では2006年9月より登場し、ドラえもんファンの千秋が、ドラミ役を引き継いだ。映画では、 同時上映作品で主役を務めることが多い反面、本編映画においては、第2作、第1期での登場はわずか2作品と少ない。さらにその2作品のどちらも終盤にて唐突に登場し、絶望的な状況に一石を投じるデウスエクスマキナ、のような出番に止まる。一方で、第2作、第2期では、2021年時点で半分以上の、 作品に何かしらの形で登場している。ドラえもんに似た体型、本人はこれを嫌がることが見受けられる。だが、体は誕生初期のドラえもん同様黄色。ポケットはタータンチェック柄、尻尾は花柄模様になっている。また、どこでもドアに模様があるなど、細かい違いもある。ドラミが使うタケコプターは、テレビアニメではピンク色にカラーリングされる傾向がある。 後頭部には耳のように見える形でリボンが付けられている。このリボンはリボン型集音装置と呼ばれて耳の役割を果たす。これに使われている高感度集音装置は日本とフランスの合作品という設定。ドラミが作られたのは耳を失ったドラえもんの悲しみを癒すためだったが耳のあるやつに僕の悲しさがわかるかとドラえもんが拗ねないよう。 リボン型の耳に交換されたのだという。またドラえもんの顔にはレーダーひげがあるが、ドラミにはひげはなく、代わりにリボンがレーダー機能を兼ねている。ちなみにリボンの柄は基本的に赤の単色であるが、ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使いのみ赤に白のチェック柄である。目には眼球ハイライトが入る。目からは 魅力光線が放出されている。この目でウィンクをすると、男性を骨抜きにする愛の必殺ウィンク光線を発射することができる。頭脳は LSI およびウルトラスーパーデラックスコンピューターを使用する。頭の良さはドラえもんの3倍であるとされる。首輪につけている鈴は子守歌鈴と呼ばれる。この鈴を鳴らすと、人を眠らせることのできる音波が放出される。 左胸の内部には人の愛を感じてエネルギーに変換するハートと呼ばれる部品がある。当初はドラえもん百科でも体重の設定はない。1980年4月放送のアニメにて初めて 35kg と設定。その後、スーパーメカのイコールサイエンスドラえもん道具型二2 1 1 2年版にて 91kg とされる。一方、 ドラミちゃんミニドラ SOS の設定を記したムックでは 91kg と記載。ドラミちゃんあらら少年三蔵区団の関連ムックでは 100kg とされた。一方、ドラミちゃんハロー恐竜キッズの関連ムックでは再び 91kg とされた。比較的入手用な書籍。 スーパーメカノイコールサイエンスドラえもん道具カタログ20112年版が参考にされたのか、これ以降は、どの出版物においても9 1ラムと記載。本キャラクターのアイディアは、原作者である藤子、海、藤尾の発案はなく読者投稿に基づいている。小学館の学習雑誌、小学4年生の読者だった奈良県在住の少女が、ドラミのアイディアを、小学館に送り、 それが採用された。小学4年生1973年3月号で、小学5年生4月号にドラミちゃんが登場しますと予告される。同年3月発売の小学5年生4月号掲載、ハイキングに出かけようでドラミは正式にデビューする。この時のデザインは現在とほぼ変わらない。最初期のドラミは頭脳の回転が少々鈍く機械音痴な反面。 一万馬力の腕力で暴れ回るというややじゃじゃ馬的なキャラクターであり、かつてのが着を彷彿させるキャラクターであった。以降もおてんばぶりを見せるものの、後期はしっかり者のお世話ロボットしてのキャラクターが定着する。また、初期は家庭科専門ロボットという設定もあり、ポケットから出す道具も料理や掃除といった家事関係であったが、後にはドラえもん同様、 様々な道具を出すようになっている。デビュー間もなく、ドラえもんとは別の外伝作品、ドラミちゃんとして、小学館ブック、小学生ブック市場にて、独立連載が始まる。のび太の遠い親戚であるのび太郎の家に居候し、彼の面倒を見るという物語だった。第一話、順番入れ変わり期は、ドラミが、ドラえもんの手伝いに、現代ののび家へやってきたものの、 偶然にも街中で伸び太郎に出会い、彼の世話をすることになるという物語で、作中では、のびたと伸び、太郎が共演している。また、これ以降は1万馬力の設定は影を潜めていたが、テレビアニメ第2作、第2期、大長編命をかけた宝探し地定の国探検で、再現された。ドラミちゃんのエピソードは、全8話のうち、第1話、順番入れ替わり機を除いた7話が、 ドラえもんの単行本に収録されているが、その際、ドラえもん本編のストーリーとして改訂され、登場人物のほとんどが、ドラえもんのものに差し替えられた。のび太郎はもともと双方の母親が、見間違うほどのび太に似ていたため、名前の表記を、のび太に変えるだけで済んだが、その他の人物は主に顔が描き変えられ、のび太郎の母親であるのぶは、のび太の母親である卵に、 ガールフレンドであるミオちゃんは静かに、ガキ大将のカバデンはジャイアンになった。ただし、ズルキだけは、スネオと体型が大きく違うためか、修正されずそのまま残されている。なお、アニメ版では役割そのものがスネオに差し替えられている。また、そういった経緯から、現在の版においても、本来なら、小売店であるはずのジャイアンの家が、一般的な住宅になっていたり、のびたの部屋に、 ベッドがあったり、のびけの門構えが豪華だったりといった際が残っている。他にも、セリフをそのまま残した結果、ややニュアンスが変わってしまった場面もあり、例えば伝統虫コミックス第9巻、浦島キャンデーでは、ジャイアントのびたが、これからみよちゃんの家へ寄って遊んで帰るんだ。みよちゃんの家なら、喜んで、と言い合う場面がある。連載時では、みよちゃんの前で言っていたセリフだが、 みよちゃんは静かに描き変えられており、結果として、この場面は作中には登場しない、みよちゃんという友達の家に行く、と読み取れるものになっている。初期の版では、のびたが、ジャイアンの家の前で、間違えた。これは、カバデンの家だっけというなど、セリフ等の修正忘れや、顔の修正忘れも見られたが、現在の版ではほぼ修正されている。改定後は前述のように、 ドラえもん休息時の一時的な代理として、ドラミがのび太の世話をする、ということになっている。ドラミは、のび太のことを、のびちゃんと呼びかけていたが、単行本収録後はのび太に対して、他人行儀に、のび太さんと呼ぶように変更された。なお、アニメ第2作2期でこの作品のエピソードを放送する。際は、ドラミが、ドラえもんの定期点検整備の通知を受け渡しに、現代ののび家に来る。 ドラえもんが定期点検整備に行っている間はドラミが代行する、ドラミだけではなく、ドラえもんも一緒に行動するなどといった設定に変えて、対応している。以降は、テントウムシコミックス以外の単行本にも長らく、改訂後の版が収録されており、ドラミが登場するエピソードを抜粋して収録した、コロコロ文庫版、ドラえもんドラミヘニア、ピッカピカコミックス版、ドラミちゃんも同様だったが、 富子、海、富士尾大前週、ドラえもん大二十巻では、単行本番と合わせ、初めて雑誌掲載版も収録され、統合の経緯についても触れられた。磯穂雄介により、雑誌、ぴょんぴょん1990年7月号から1991年6月号にて、上記とは別の、ドラミちゃんが連載されていた。のびとの未来が変わったために、将来不幸になってしまうジャイシの部屋に、 ドラミが居候しに来るというストーリー。全12話。第8話のみ、サブタイトル、バレンタインはキューピットリボンで大成功。の巻がついている。タワムダイ。2019年現在まで単行本化されていない。イソホのインタビューによると、設定は編集側の要望が強かったと証言している。ジャイシはヒカル君という男の子に恋していた。名前の由来は、 当時人気だった光源氏による、他にも優等生のアザミ、腰銀着のケラコという登場人物がいた。またタイムマシンの入り口はトイレの中だった。ドラミは優等生的でお茶目、未来の国と現代の常識が食い違う帰国子女的な設定になった。ドラミは、ジャイシュの望みを叶える道具として、ドラえもん本編で登場したことのある道具を取り出すが、 必ず一筋縄ではうまくいかず何かポカをやるというのが毎回の大筋だった。第1期シリーズ第2期シリーズありがとうございます。